キュンちゃんです。ワクワちゃんです。僕らといえば、はい、キリ YouTuber で武器いろいろ作ってきたんですけど、はい、その理由があって、僕ら、このアベンジャーズ、マーベルシリーズが大好きなんですよ。で、これがね、俺、かなり好きな武器で、はい、マイティーソーの神様が持ってるハンマーなんですよ。で、これがキャプテンアメリカ。僕が一番好きなキャラじゃないかな。今回、改めてなんでこうやって武器を紹介してるかと言いますと、はい、あの、4月27日、はい、このマーベル作品、うん、アベンジャーズたちが集結する、インフィニティウォーっていう映画が公開されるんですよ。はい、それに向けて、はい、アベンジャーズシリーズの、はい、結構核となる部分のストーリーの物語が、3月の17日から D ライフで無料配信されるらしいんですよ。それはやばい。ありがとうございます、ディガーさん。5週連続で無料で配信されるらしいんで、はい、もうないですからね、うん、マジで見てほしい、うん、だからその魅力について僕らが語りたいと思います。興奮したいですね、皆さんとね、うん、アイアンマンが実はやっぱりアベンジャーズシリーズの中でも中心人物みたいな感じになってるんですよね。アイアンマンみたいなとこありますね。そうそう、アイアンマン結構人気らしいんで、そうですね、ちょいギャグのセンスがすっごい好き。そうね、トニー・スターク。そう、あのちょっとね、悪態つく感じすげえ面白いよね、うん、ただドカンバゴンのアクションだけと思いきやですよ、うん、ちゃんと笑えるっていうのがね、笑えるで、ちゃんと恋愛もあってね。それです。そう、ちゃんと好きな人、ちゃんと人間ドラマとしてのね、見どころもありますからね。アイアンマン2は、はいはい、なんて言うんだろう、トニー・スタークが、うん、あのちょっと死にそうなんだよね。まあね死にかけてるからこそ、なんていうか、その生き方適当になっちゃって、はい、ウィーンっていうハメ外しちゃうハメ外しちゃったせいで結構問題が起きてきちゃうんだけど、最終的にはヒーローとしてその戦っていく、勝っていくっていう物語がなってるんですね。はい、今度は、はい、アベンジャーズ。アベンジャーズ、はい、はい、アイアンマン2と来て今度アベンジャーズになるんですね。そうですね、あのマーベルを代表するヒーローですね。まあもちろんアイアンマン、キャプテンアメリカ、そう、ハルクと、このそうそうたる顔ぶれが初めて団結して戦うっていう。だから僕は映画館行って見に行ったんですけど、はい、いつ立ち上がろうかって思ってやばいっつって、やばいよね、本当だったらもう立ち上がってもーってやりたかった映画で。いや、そうだね、だって映画終わった後一番最初の感想それじゃん俺あのみんなで戦ってるんですよ、はい、でもう逃れられないピンチみたいなのがあるんですよ。逃れられないピンチみたいなのが来た時に、アイアンマンが身を挺して地球を救うんですよ。全作品を見てる中で、やっぱそのアイアンマンの成長じゃないですけど、そういうのもすごく感じられて、こう全部に一人一人の成長が全部ちゃんと書かれて、全部繋がってる。それがすごいところだね。素晴らしい。アイアンマン3。はい。アイアンマン3は、結構俺の中で印象残ってるのが、結構恋愛的要素が多いなっていう。あ、確かにね。恋人を守りたいがあまりに、ちょっとずれた思考になってしまう。トニー・スターク、はいはいはい、で、まあその彼女が嫌になっていく、まあね、そんな様子を書いてるんですよ、はいはい、アイアンマン3といえばさ、あのアベンジャーズのその最後のさ、みんなのピンチを救った時に自分の命がすごい危険な状態になったから、うん、それが結構トラウマになってる、うん、でもそれを自分の力で克服していくっていう姿もアイアンマン3の見どころですよね。そうだね、うん、アベンジャーズ、はい、エイジオブウルトン、はいはい、まあなんていうんですかね、あのロボットが出てきて、それをもう叫んだお前アベンジャーズエイジオブルトの、まあアベンジャーズの2ですね。トニー・スターク、アイアンマンが地球を自分が守るんだっていう使命感をすごく持ってる。トニー・スターク、まあちょっと臆病なところがあって、うん、その臆病な部分をあの敵につけ込まれて、悪いロボットをまあ作っちゃうみたいな話で、その悪いロボットをみんなで倒すっていうような話なんですけど、完璧超人みたいな人たちは一人もいないわけだよね、うん、アベンジャーズシリーズの中にちゃんとみんなそれぞれ個性があって、性格があるんだよね、人間臭さがあって、そういう意味で感情移入入りやすい、うん、で、はい、僕らが結構トップに好きな、はい、シビル王、最高だよね、シビル。そう、あのこれはヒーロー VS ヒーローなんですよ。そうね、地球を守るか友情を取るかっていう感じで、うん、ヒーローたちの、うん、まあ半分に意見が分かれて、うん、そこで対決していくっていう物語なんですよ、うん、だからシビル王っていう題名なんだけど、はい、それがマジでかっこいい。一番やばいよ、何人ヒーロー出てくるんだっつって全部ちゃんとした戦い方があって、そう、しかもヒーロー同士だからね、いちいち夢のカードなわけだよね、うん、ほんと俺とクマが戦ったりクマがエイジと戦ったりするよ、もうほんとにそれ夢のカードじゃねえの全然言うな。普段でいつも。あの僕は映画でバランスっていうものをすごく重要視する人なんですよ。バランスがちゃんと整ってるものが万人に受けるものだと思ってるの。その見る側を面白くもさせるし、ハラハラドキドキもさせるし、笑わせるし、でアクションすごいし、うん、その全部の平均が取れてる、いい意味ですごくいい映画なんですよ。平均値が高い全部。マーベル作品ってその2時間の間でなんか伏線があって、それを最後にちゃんと全部回収する。チャイゴっつってねはっきりチャイゴって言ったのよ
という感じで皆さん、インフィニティウォー4月27日公開なんですけど、うん、その前にそれを見てほしいから、うん、3月17日から、はい、もう5週連続ずっとやってみたいなので、はい、そこをぜひ見逃さず見てくれたら嬉しいです。そうですね。これからも、マーベルシリーズ武器作ったりとか、はい、まあ映画にちょくちょく触れていったりできたらなと思っています。アイアンマンスーツをね、作ってくださいって結構言われますけどね。無理。うん。それはトニー・スタークにお願いしてくださいって。いや、でも俺、あれだよ。そういう設備があれば、多分作れるよ、俺きっと。トニー・スタークなの？どうもー！あ、ご視聴ありがとうございます！見た人みんなが全力で楽しめるかい！天に目覚めし熊の髪の毛、うん、眉毛を取りしアメリカのソテー、うん、あのソウがそういうキャラクターだと思われちゃうから、うん